今回はルートの禁止方法を4つ紹介するのだ。ルートの禁止ってどういうこと？例えばルートには 1.414213562 に近いことが知られているのだ。このようにルートの値に近い小数や分数を計算することを禁止するというのだ。人よ人よに人見ぼろってやつね。それは学校で習った記憶があるわ。でもこれをどのような計算で求めればよいのか、その方法は多分学校では習わないのだ。確かに私は習った記憶がないわ。でもそんなの電卓を叩けば出てくるんじゃないの？それはそうなのだ。でも電卓で出てくるのはせいぜい十数桁なのだ。そんな桁数では満足できないのだ。例えば2022年6月には円周率が100兆桁まで計算されたのだが、それに使われた公式がこちらなのだ。何これ、目が回りそうだわ。この公式のここにルート1万5があるのだが、円周率を100兆桁求めるならルート1万5も100兆桁求める必要があるのだ。今から紹介する方法を知ればいくらでも精度よくルートの近似値を求めることができるようになるのだ。100兆桁も求めようと思ったらどんなに大きな紙を使っても余白が足りなさそうだわ。さすがに100兆桁を手計算で求めるのは無理なのだ。でも10桁ぐらいは手計算で求めることができると思うのだ。この動画で紹介するのは二分法、連分数法、バビロニアの方法、開閉法、筆算の4つなのだ。どの方法も長所短所があるので、それも合わせて紹介していくのだ。それでは早速1つ目を紹介していくのだ。まずは二分法について説明するのだ。二分法はとても単純な方法で、多分1回聞けば一生覚えてられると思うのだ。それでは具体的な値を計算しながら説明するのだ。今回はルート2を求めることにするのだ。まずルート2より小さい数とルート2より大きい数を何でもいいので一つずつ選ぶのだ。じゃあ小さい数は1で大きい数は2にするわ。分かったのだ。それを数直線上に表すとこのようになるのだ。そして1と2の中間の値を求める。すると中間の値は 1.5 になるので、それを数直線上に書く。次に中間の値とルート2の大きさの比較をするのだ。 1.5 の2乗を計算すると 2.25 になるので、これは2より大きい。つまり 1.5 はルート2より大きいことがわかるのだ。なのでルート2は1と 1.5 の間にあることがわかるのだ。このように区間を真ん中で分割し、ルートの値がどちらにあるのかを瞬時確かめていくのが二分法なのだ。区間を2つに分けるから二分法なのね。もう少し近似の精度を上げてみるのだ。1と 1.5 の中間の数を計算すると 1.25 になるのだ。 1.25 を2乗すると 1.5625 となり、これは2より小さいので 1.25 はルート2より小さいのだ。よってルート2はこっちの区間に入っているのだ。人よ人よにだからルート2は約 1.414 で、小数点1桁目は4よね。何回繰り返したら1桁目が求まるの？この区間は1回分割するたびに長さが半分になるのだ。2の10乗が1024なので、10回繰り返して区間の長さが約1000分の1になる。つまり約3桁精度が上がるのだ。だから精度を1桁上げるにはだいたい3、4回繰り返せばいいのだ。多分あと2、3回繰り返せば小数点1桁目が求まるのだ。さて二分法の長所は最初にも言ったが、とにかく単純で覚えやすいことなのだ。確かに単純すぎて一生覚えていられる自信があるわ。一方短所は近似が早くないこと。3、4回繰り返してようやく1桁求まるのは遅いのだ。もう一つ、回数を重ねるごとに計算が複雑になることなのだ。これはしょうがないところもあるのだが、2乗の計算がだんだん複雑になるのはしんどいのだ。ちなみにプログラムを書けるならこれらの短所は合ってないようなものなので、プログラムとの相性は悪くないのだ。さて次は連分数法について説明するのだ。今回はルート3を連分数法で求めることにするのだ。ルート3は1より大きく2より小さいので、ルート3を1とその残りに分けるのだ。1はルート3の整数部分、つまり
りルート3の小数点以下を切り捨てた値で、ルート3-1は小数部分、つまりルート3の小数点以下の部分なのだ。この小数部分をうまく変形していくのだ。少し唐突だが、ルート3+1分のルート3+1を小数部分にかけるのだ。小数部分とは真ん中の符号が異なるのね。分子を計算すると3-1/2で2になるのだ。次に分母に注目し、ルート3+1をこのように分解するのだ。これは最初の変形と同様に、ルート3+1を整数部分と小数部分に分けているのだ。すると小数部分はルート3-1になるので、ルート3-1がこのように変形されたことを考えると、このように変形できるのだ。するとまたルート3-1が出てくるので、さらにこのルート3-1を変形できて、これを繰り返すとこのような分数ができるのだ。右下の点々は無限に続くことを意味し、このような形の分数を連分数というのだ。分数が連なるから連分数なのね。そして一番下のところに注目すると、2は整数部分、残りの部分は小数部分なので、小数部分を0または1に置き換えることでルート3の近似値を得ることができるのだ。まずは0と置いてみるのだ。すると2分の2は1なので、下の部分は 2+1 で3になるのだ。次に下の分数の計算をすると、分子は 2×3+2 で8、分母は3なので3分の8になるのだ。3を上に持っていって2を通分すると、ルート3は約 1+4/3、つまり 1.75 になるのだ。ルート3は約 1.73 だから結構いい近似ね。次に先ほど0と置いたところを1に置き換えてみるのだ。まず 2+1 は3であり、下の分数は先ほどと同様に3/8になるのだ。次も先ほどと同様に4/3になり、さらに計算すると下の部分は4/11になるのだ。下の4を上に持っていくと11/8になり、これは約 1.727 であることがわかるのだ。先ほどの結果と合わせるとこのようになり、ルート3の近似が得られるのだ。この計算で小数点以下1桁目までが求まるのね。そうなのだ。ちなみにもっと精度を上げたい場合は、もっと深く連分数展開すればよいのだ。さて、連分数法の長所は何と言ってもおしゃれなことなのだ。計算していると自分の頭が良くなったような気がしてくるのだ。それは大事な長所だわ。次に2乗の計算が不要であること。分数の計算だけなので計算がそんなに面倒くさくないのだ。そして最後に早く近似されることなのだ。確かに二分法は一桁目まで求めるのも大変だったのに、連分数だとあっという間に求まったわ。逆に短所としては手計算だとスペースを取ることなのだ。イコールで結ぶとどんどん下に伸びていくので計算するときは気をつけるのだ。次は4000年前のバビロニアですでに知られていたバビロニアの方法を紹介するのだ。そんなに昔からルートの計算をしていたのね。そうなのだ。そして約2000年前の数学者アルキメデスが円周率を求めた時もこの方法に似た方法でルートを近似したと考えられているのだ。それではバビロニアの方法を説明するのだ。A をある数としてルート A を求めることを考える。まずルート A に近い数を探し、それを M と置くのだ。近いってどのくらい？結構適当にとっていいのだ。ただとりあえずしばらくはルート A と M の差が1より小さいと思っておいてほしいのだ。そして B を A-M の2乗と置くのだ。するとルート A は M+2M/B と近似できるのだ。不思議なやり方ね。どうしてこれで近似できるの？それを今から説明するのだ。まずルート A と M の差を C と置く。この時 M はルート A に近い値なので C は M に比べて小さいと考えられるのだ。両辺を2乗するとこのようになり、 C の2乗は M に比べてさらに小さいと考えられるので C の2乗を無視することとするのだ。ここで 2MC=B と置くと B は A-M の2乗であり、 C は 2M/B なのでこれを最初の式に当てはめると先ほどの近似式が得られるのだ。
説明を聞いてもなんだかわからないわ。確かにこの説明は結構雑でわかりにくいのだが、昔の人はこのように考えていたと思っておいてほしいのだ。それではバビロニアの方法でルート2を求めてみるのだ。ルート2に近い数として1を選ぶと B は 2-1 の2乗なので1になるのだ。ここで近似の式 M たす 2M 分の B に当てはめると 1たす2分の1になり、これは2分の3、つまり 1.5 になるのだ。これで終わり？あんまりいい近似じゃないわ。実はこの方法が進化を発揮するのはこれからなのだ。近似結果の2分の3を改めて M と置き、再びバビロニアの方法を適用すると B は 2-M の2乗、つまり 2-4 分の9でマイナス4分の1になるのだ。これを近似式に当てはめるとこのようになり、2項目は12分の1なので2分の3引く12分の1となるのだ。これを計算すると12分の17となり、小数で表すと約 1.4167 になるのだ。ルート2は約 1.414 だから小数点2桁まで求められたわね。このようにバビロニアの方法は繰り返して適用することで精度を上げることができるのだ。この性質のおかげで実は最初の M の値を適当にとっても結果的に精度よく近似できるのだ。さてバビロニアの方法の一つ目の長所は近似が早い、つまり少ない回数で精度よく近似できるのだ。そして計算のスペースを取らないこと、さらにちょっと計算ミスしても繰り返して適用していくうちに正しい値に近づいていくことが挙げられるのだ。短所としてはまずどこまで近似できたか分かりにくいことが挙げられるのだ。他の方法だと小さい値と大きい値で挟み込むことで近似値を求めてきたのだが、この方法だと挟み込むことができないのだ。さっき2桁目まで求められたって言ったけど、それはルート2の値を知ってたから分かったのね。次に導出方法が分かりにくいことなのだ。なぜこの方法で近似できるのか納得できなかった人もいると思うのだ。実はバビロニアの方法はニュートンが開発したニュートン法と呼ばれる方法の特別な場合であり、ニュートン法を知れば近似できる理由がわかると思うのだ。気になる人はニュートン法を調べてみてほしいのだ。最後に開閉法について紹介するのだ。開閉法は筆算でルートを計算する方法で、大きな数のルートの計算に向いているのだ。なのでこれまでのようなルート2やルート3ではなく839のルートを求めてみるのだ。この数に何か意味はあるの？いや特にないのだ。とりあえず大きめの素数を適当に選んだのだ。開閉法の計算方法は少し複雑なので、まずは計算方法の原理を簡単に説明し、その後具体的な計算方法を説明するのだ。計算方法の原理だが、ルート839は面積が839の正方形の一辺と考えられる。この正方形を埋め尽くしていくようにルート839の値を1桁ずつ求めていくのだ。ルート839が100より小さいことは明らかなので10の位から求めていくのだ。一辺が10の長方形を考えると、これは面積が100なので839より小さい。一辺を20とすると面積は400となり、まだ小さい。一辺を30とすると面積は900となり、839を超えてしまう。よってルート839の10の位は2であることがわかるのだ。次に1の位も同様に元の正方形を超えないように求め、次も同様に小数点1桁目を元の正方形を超えないように求める。このように1桁ずつ元の正方形を超えないように埋め尽くしていくことでルートの計算をするのだ。それでは具体的な方法を説明するのだ。まず画面右側のようにルート839と書くのだ。左側の正方形は説明の補助のためのものなので書かなくてよいのだ。次にルート839を小数点を基準に2桁ずつに分けるのだ。ここには小数点は書いていないが9の後ろにあると思ってほしいのだ。そして区切られたもののうち一番左のものに着目し、2乗した値がそれを超えない最大の数を計算するのだ。2の2乗は4、3の2乗は9だから2
ね。そうなのだ。その結果を上に書くのだ。これはさっきの説明だと1点が20の正方形を取ったことになるのだ。次に上の値を左に書いておき、上の2を2乗した値、つまり4を下に書く。そして 8-4 を計算し、その結果を下に書き、右の値39を下に下ろすのだ。そして上の値を左に書いて足し算をするのだ。今の場合満たすにで4なのだ。ここからがややこしいのだが、40なんとかかけるなんとかが439を超えないようになんとかに当てはまる数を探すのだ。この場合 49×9 は441なので超えてしまい、 48×8 は384なのでなんとかには8が入るのだ。これは何をしてるのかというと、まず左側の橙色の面積は400であり、残りの面積は 839-400 イコール439となる。そして40なんとか×なんとかを変形すると40×なんとか足すなんとかの2乗になるのだ。ここで1点が28の正方形を考え、このように色が薄いところと濃いところに分けると、薄いところは 20×8 が2つで 40×8、 濃いところは 8×8 なので 40×なんとかが薄いところの面積、なんとかの2乗が濃いところの面積に相当するのだ。なんとかに当てはまる数を探すと1の位が求まるのね。そうなのだ。これでルート839の値が約28であることが求まったのだ。小数点以下を求めたい場合は次のように計算を進めればよいのだ。まず後ろに0を2つ追加する。そして 8×48 を計算して384、つまりピンクの部分の面積を下に書く。引き算をし00を下に下ろす。上の8を右に追加し足し算をする。560なんとか×なんとかが5500を超えないようになんとかに当てはまる最大の数を取る。この場合は9となり、小数点一桁目が9であることがわかるのだ。もっと精度を上げたいなら同じように繰り返せばいいのね。そうなのだ。開閉法の長所としては、最初にも言った通り大きい数のルートの計算がしやすいこと、そして一桁ずつも止まることが挙げられるのだ。確かに一桁ずつも止まるのは気持ちがいいわ。そして短所としては、手続きが複雑で覚えにくいことと、手続きが複雑な割には一つの計算ミスが命取りになるのだ。計算ミスによる値のズレが下の桁の計算にも影響してしまうのだ。ということは慣れと慎重さが必要ね。以上でルートの近似値の求め方を4つ紹介したのだ。大きい数の近似には開閉法がいいし、効率よく求めようと思ったらバビロニアの方法が良さそうだけど、どっちも覚えられないわ。いざとなったら二分法で求めようかしら。でもルートを精度よく近似したいことなんてなさそうだから、結局電卓を使うのが一番いいと思うわ。それはこの動画の感想としてはあまりにも不適切なのだ。気分よく計算したいなら連分数法がおすすめなのだ。それでは今回の動画はこれで終わりなのだ。ルートの近似方法は他にもあるので、気が向いたらまた動画にしようと思うのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた方は高評価チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。